カンクンにやってまいりました、私の約2ヶ月に及ぶメキシコ旅行の最後の街はカンクンです、カンクンではちょっと贅沢にオールインクルーシブのホテルに泊まって、クリスマスを過ごしたいと思います。部屋ですね。かつてこんなに豪華な部屋に泊まったことないかもな。リッチ、めちゃくちゃリッチですね。もう丸2日間ホテルをほぼ出ず、ひたすらオールインクルーシブを楽しみたいと思います。ビバメヒコ。当然オールインクルーシブですから、飲み物も食べ物もどんなものも食べ放題、飲み放題でございます。最高。
面でも同じだろうと。結局カリブ海ですからね、まあ、車で1時間2時間の距離ですから、高いお金払わなくても同じ海を楽しめると思ってたんですよ私は。しかし違う、カン君の海は違うこのブルーはトゥルムやカルメンでは見れませんね。ブルーが濃いこれはすごいね。2021年クリスマスに楽園に到着しました。なんてことだ、青すぎる。もう1キロぐらい、足元はもう砂浜で、白い砂で、遠浅が続いているので、足を切ったりとか、まあ、そういう危険はありませんね。チャンネルを開設してから Vlog を中心に約2年半やってきました。今年2021年ようやくおかげさまで、1000人の登録をいただくようになりました。いや2021年も、コロナに感染することもなく、まあ無事に、大きな事故もにも遭わずにやってくることができました。本当に、おかげさまとしか言いようがないですね。いろいろアクシデントはつきものなんですけれども、波風は必ずありますからね、まあ、それをジャンプして乗り越えて、時には雨水飲みながらでも乗り越えてやっていきたいと思います。それではアディオース。